メガヒラスキー場からこんにちは、ゆっくり霊夢です。どこですかそのスキー場。マリサは知らないかもしれないけど、視聴者の中の広島県民はみんな知ってるから大丈夫。残りの46都道府県民を置いてきぼりにするな。わからないことは各自自習しておいてください。そのくらいお前が解説しろ。じゃあ詳しく説明するけど。いやごめん、間違えた、ゲーム実況なんだから説明しなくていいです。しかしこのマップ広すぎて接敵に時間がかかりますね。なおかつ初めてのマップだしな。ていうか私雪自体初めて見たし。沖縄在住かな。そもそも雪の元になる水すら見たことない。地球外在住かな。あ、そういえば言い忘れてたけど、今回の AK47 サイトカスタムしてます。そういうのは試合開始すぐ言うものなのでは。別にあえて言わなくても見ればわかると思うけど、視聴者の皆さんこいつ多分喧嘩売ってますよ。敵を発見しましたけど気づかずにどんどん逃げられてますね。こういう時は足元が滑りやすいので、その場で止まって落ち着いて発砲しましょう。止まったせいでやられてますよ。誰だ、後ろから声もかけずにいきなり撃ってきたやつは。戦場では当然のことです。私はただスキーを楽しみに来ただけなのに。じゃあその手に持ってるやつは何なんだよ。これはあくまで熊よけですので。聞いたことねえよ、熊対策にアサルトライフル装備するやつ。それはマリサが地上に上がってきたことないから知らないだけでは。私海洋生物じゃねえよ。え、そうだったの。当たり前だろ。じゃあその生えてるエラは何。私にエラ生えてねえよ。ごめん勘違いしてたわ。よく見たら上腕二頭筋だったわ。私に筋肉キャラの設定ね。どういう勘違い。多分見てる人も勘違いしてる人がいるだろうから、改めて説明した方がいいんじゃない。そんな勘違いしてる人まずいないし、立ち絵のないこのチャンネルに見た目の勘違いなんてねえから。今回の試合相手にものすごく強い人がいまして、すでに我がチームとダブルスコア開いてます。スコアの差が開いてるのは相手が強いんじゃなくて、お前がずっとマップ内をうろちょろしてるからだろ。だってマジで道もわかんないし、敵の位置もわかんないんだもん。敵の位置がわからんのは仕方ないだろ。本当は迷子放送かけてほしいくらいだよ。その放送を聞いたとして敵が場所を教えてくれるはずねえだろ。現在はスマホが普及してるからってこと。そういう意味じゃねえよ。子供の安心安全を何でもスマホに頼るのは良くないと思うよ。なんで話通じてないの。今味方とすれ違ったってことはこの先は安全だね。ここから無警戒にダッシュで進んでいきましょう。最初からずっとダッシュしてますけど。しかし戦闘せずにこうやって歩いていると、私のお散歩返して。こんなとこで散歩してるお前が悪い。気を取り狂わせてもう一度挑みましょう。気を取り直せ。ということでさっきの敵へ仕返しに行きます。私がこの世に生を受けたのはあの敵に仕返しをすることだと確信しました。だとしたらなんで現世の仕返しをするために現世に生まれてるんだよ。なんで理解できてないの。源泉徴収の鹿の島がなんだって。どういう聞き間違えしてんだよ。ミニガンが使えるようになってたので、またミニガンでキルゲットしました。今更だけどこの武器ミニガンで合ってるの。そのくらいは調べてから編集してください。一応英和辞典で調べたけど何もわかりませんでした。英和辞典だからだよ。じゃ漢字辞典を。根本的に間違ってんだよ。せっかくこのつよつよ武器を装備してるから接敵したいよね。やられてますよ。今のミニガン装備してるのにやられたように見えたでしょ。実はそうではなくて、あの後結局ミニガンの時間が終了したからやられるシーンまでカットしただけです。動画構成が雑すぎる。ということで最後に敵にキルをプレゼントして無事敗北しました。素直に打ち負けたって言えよ。ということでどうだったでしょう。コールオブデューティー、これからもどんどん投稿していくぜ。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。